はい、戦国武将紀行石田三成公。ここはですね、石田会館と呼ばれている建物があってですね、三成公の屋敷跡になりますね。奥に立派な三成公の座像がありますね。建物の中にですね、周辺の史跡のことも書いてありますけども、非常にですね、分かりやすく、いろんなものがあるんで、ここはぜひ見た方がいいと思いますね。今あるのが、今供養塔石田神社、八幡神社にちょっと今行ってきます。すぐそうです、歩いて1分ですね。で今ここにいますね。で、すぐそばにですね、三成公の産湯の湯ですとか、お兄さんの屋敷跡とか、関係史跡がですねいくつかありますので、ここちょっと略図なんで全部歩いてはいけないですけど、近いところだけですとね、保険でありますので、ぜひ合わせて、見るといいと思いますね。はい、石田会館ですね。周りはね、ちょっと住宅街なんであんまり詳しく映りませんけど、こういう感じなんですね。中はね、以前写真も撮らせていただいて、三成公の頭蓋骨から復元した顔とかね、確かありましたね。三成公、石田町へようこそ。旧石田町ですよね。石田村ですよね、もともとの自治体というか。ですから、こちらで、生誕の地というところでですね、こういったものがあるわけですけども、まずは日を見てみましょうかね。ここは中に駐車場でそのまま入れますので、立派な座像がありますよね。彦根の両丹寺さんですかね、あそこにあるのと同じか近いと思います。ほとんど同じでしょうかね。立派な座像でね、いかにも頭が切れそうな方ですね。江戸時代で言ったら、そうですね、白川羅光とか松平定信ですね、あんな感じに似てますかね。勝手なこと言ってますけど、俺は全然違うぞと怒られてしまいそうです。もちろん両方ね、文武の将ですから。こちらがですね、ちょっと今現代風の建物になってますけど、堀橋池、ここにあるものがね、何があるのかってことがいろいろ書いてありますよね。ちょっと夏でセミがうるさいんですけど、石田三成公の顕彰碑が今右側にあるものですけど、出生屋敷跡、この全体の屋敷ですよね。それと八幡神社と石田三成公供養塔、これはさっき行きました。横山城と観音寺、これちょっと離れてる場所になりますよね。だから顕彰会でこういろいろ出してますんでね、これも立派なね、ここはね、中見たいんですけどね、どうでしょう、見せてもらえないみたいですけどね。ここ池があってね、小さいながらも庭園風になってるというか、屋敷跡っていう感じをちょっと今思い出させますね。こんな大きな顕彰碑がね、あるんですからね、やっぱり立派な方だったんでしょうね。何しろ地元の方にね、これだけ石田地盤って明らかにね、出生地であるっていうこともね、産湯の湯というか、この辺全体、屋敷ですからね、ここで、生まれたということを言ってるんだと思います。石田三成公の、これは先ほどもありましたけど、時世の句とかそういうのが結構多い方ですからね。文才に乏しい私が言うのなんですけども、達筆な方というか、その両方ですよね。確かに文武というと武の方はっていうことでいろいろ言われるケースもあるんですけど、それはたまたまそういう形でその位置づけがそうだったんですよ。でも武力ばっかりで天下を治められませんから、やはり私からしたら天下人の器を持った方だなと。例えば当時はですね、家康とかちょっと別格に飛び抜けた方がいましたんでね、じゃあ家康公と比較したらどうかって、そういう問題でもないと思うんですよ。この方はこの方のね、生き方とかやり方があったと思うんで、たまたま秀吉に、石田佐吉でしたけどね、お茶出しの話から始まって出世街道をと大名にまでなったわけですからね、それだけでも普通はすごいですけど、豊臣家をもう左右した方ですからね。石田三成公、ゆかりの地、石田三成屋敷跡、石田会館からと。